父さん食堂の父さんです。はい、ちょっとカメラを変えてみました。画質良くなってちょっといろいろとやばいが持ちてるかもしれないんですけど、はい皆さん、エッグノックって飲み物をご存知でしょうか？北米の方では結構ポピュラーな飲み物だそうなんですけど、ハリーポッターでもあのハグリッドがクリスマスディナーの時に飲んでた飲み物だそうで、秘密の部屋かな、カスタードみたいな風味がして甘い美味しい飲み物だそうなので、早速作っていこうと思います。はい、今日使うのは牛乳 350ml と卵黄2つ、あとお砂糖を用意します。たったこれだけでできるので簡単ですよ。卵黄の入ったボウルにお砂糖スプーン、はい、お砂糖スプーン3杯分入れていきます。はい、入れたら頑張って混ぜます。はい、だいぶトロトロになったので、ここに牛乳を入れていきます。で、混ぜていきます。こぼさないように。しっかり混ざったら、ここにラップをしてレンジでチンしていきます。そう、お鍋でね、グツグツしなくてもいいから、すごい楽チンなの。はい、ラップをかけてレンジに行きます。はい、では入れていきます。入れたら600ワットの電子レンジで2分加熱していきます。はい、温まったので混ぜていきます。はい、よく混ぜたら飲み物の完成です。これでもしあったかさがちょっと足りないなって思う人がいたら、もう少しレンジで加熱しても大丈夫です。早速この愛用コップに注いでいきたいと思います。はい、入れていくよ。この上にちょっとシナモンかけたら美味しい。ちょっとかけすぎたはい、それでは早速飲んでみたいと思います。あ、これお茶受けはね、もらい物のプリンを食べながら飲んでいこうかなと思います。ではいただきます。うん、甘い。なんだろう、カスタードっていうよりかはどっちかっていうとミルクより、ホットミルクよりの味になります。でもホットミルクより断然甘くてコクがあってすごく美味しいです。うん、滑らか。はい、今日はエッグノックという飲み物を作ってみました。本当にね、コクがあって美味しいので、ホットミルクよりちょっとひと手間かけるだけですごい美味しいものになるので、皆さんぜひ試してみてください。はい、この動画がいいなと思った人、参考になったよっていう人、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。では皆さん、次回の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。